な、何がどうだっていうの。ああ、上着には一応。下も調べろ。いや、何あんたたち、エッチ。素直に言う通りにしろ。いや、何すんのよ、もうやらしいわね。ないですね、危険物も麻薬も。パンティにポケットがついてるんじゃないのか。地球ジャスキャンティっていうの、覚えといて。これは人間の愚かしさがなのでしょうか。新天地ヴィナスもイシュタルとアフロディアの2つの自治州が争う戦場と化しています。ヴィナス現地からのリポート、インデペンデント通信社、スーザン・トマーズがお送りします。裏の直線だ。簡単にオーバーレンにさせよってかな。うわ、ロープだ。こっちこっち、気をつけて。見ろ、バルブがピストン突き破っとる。ひどー。くそ、ヒロがどうしたって。マキビーのインパクト、はい、10番のプラグとプラスのドライバーよこせ。おー、俺のエンジン。泣かない泣かない。こいつは低速寄りに注意してある。レッドゾーンは1割落とせ。いや、了解。遅いのよマギー。大体だってさ、看護の特別授業抜けられないんだもん。ジャイロタイミングは合ってない。多少振られるだろうが、てめえでバランス取りな。サーカス野郎がこけんなよ。おっと、タンコーラーで事故ったかな。危険が上がった。レスキューが伺っている。こりゃまさしく殺人レースの様相だ。盛り上がってきたぞ。さあ、ゲームも後半戦だ。前方軍団のミラーコマンドーズ、ここまでのリードは15ポイント。しかしどうかな。最強のポイントゲッターマンバーグ、博士コマンダーヒロはバックストレートの競り合いでカートを焼き付かせちまってリタイア。バーハリアンスは逆転。ドライマティーニ、今のオッズはオリーブは地中海さん。ここでかけなきゃ男じゃないぜ。電話してくれ。電話はまだ受け付けているよ。ここは地の底だぜ。地上の方は品切れだ。あなたが情報や。他にもまあいろいろとやってるがね。とりあえず平和な地球から戦乱の金星へようこそ。何これ。順応剤。3ヶ月の長旅に気圧空気の違い、お疲れだろうと思ってね。電話はまだ受け付けている。テレビの前で気圧の味あらた。これが注文の品。たく、せっかく地球の最新型持ってきた。それとこちらが前任者からのプレゼント。何、メッセージ付きだ。生きて帰る気なら使わないこと。他にご注文は。
安全にありってわけだ。本物のマティに会う。はいよ。それとあれ何やってるの？ローリングゲームだ。一口乗るかい？キラーコマンドを舞台ミナスバーバリアン B 級リーグのガキチームだがね、掛け合いにはこの手の方がウケるんだな。これが互いに半周離れて同時にスタート、周回ラップでワンポイント、チームリーダーの車をラップすればスリーポイント、ラップ数と相手をクラッシュさせた数で勝負が決まる。やってみるかい？まだ最終締め切りに間に合うぞ。今のでワンクラッシュ、まあ、ごく上品な方だな。こちらヒロ、クイーンのケツを取った。ヒロ、抑えろ、まだ殴っちゃうだろうが。ミランダが怒り狂ってんぞ。ファンサービスかな。むちゃやるわね。地球だったらすぐに禁止よ、こんな野蛮なゲーム。こんなことでもやらなきゃやつら。おう、どうだい、もう一杯。いいわ。はい、大輝。釣りがいるな。お釣りはいいからさ、戦争の新しいみたい。着任祝いだ。とっときを教えよう。フィルス島のいざこざな。あれはケリがついた。アフロディアのボロ負けだ。イスタルはもうマルシュリアスにも侵攻してきてるって話だ。すごい、全面戦争じゃない。嬉しそうに言うなよ。ごめん、それで近々イオにだって攻めてくるかもしれねえってこと。なんだなんだ、いいとこだな。ニョー、何これ。空襲だ。